はいどうも、エーテポンゲです。レベル上げ行ってきました。キメラが46で、このね、メンバー変えてドラゴスライムのスクルトが31、そしてバケモンのグリズリーが30。とりあえず30目安でね、レベル上げ行ってきました。で、こいつらをどうやって、最後のね、はぐれメタルを倒すかってことなんだよね。はぐれメタルと、ズシオマルと、なんかね。なんだったっけ、あと一匹。全く思い出せないんだけど。ズシオマルはいたよね、確か。はぐれメタルとね、イオナズン飛んでくるからね。だからこその、このスクルト。まあね、こいつは、耐えてくれるかなっていうのが、ちょっとあるよね。ヒットポイントがね、引くほど低い。別に今、かけたわけじゃないよ。ただ低い。ね、こいつらはね、ペリカンとバケモンは本当は300ね、近くあるのに、150って半分やで。これでもね、レベル上げ中に落ちてた命の木の実とかを全部使って、やっと2個上げたんかな。2個上げてね、2回ともプラス5で10上がってるからね、それだけでも。どんだけ銀融詩人探したことか。まあ、銀融詩人探したところでね、上がるのは MP なんだけどね。そこなんだよな。で、どうやって戦おうかなと思ったんだけど、まあこいつにはスクルトと、マホトーンをいつも通り使ってもらって、で、最終戦まではもう、両者ガンガンね、ここの二つのアタッカーはガンガン行こうぜ。で、こいつはもうガンガン行こうぜで、もう固定ですね。で、ペリカンはヒットポイントが下がってきた時は命大事に。こいつもね。で、常時いろいろで余裕が出てきたらガンガンみたいな、そういうスタイルでね、ちょっと戦っていこうかなと思います。ね、数で勝負だ。ちょっとまず並び替えね。まずバケモンで、ペリカンスクルト、この並びでいきましょうね。で、作戦変更、ガンガン固定。ペリカンはいろいろけど最終戦まではガンガンでいいわ。これでいいと思う。勝てるかな。野生度は？問題ないね。野生度は、ちょっとスクルトが溜まっちゃってるけど、10ぐらいならね、全然言うこと聞いてくれるんで、問題はない。よし。じゃあ、とりあえず1回目、行きましょう。ちゃんとね、お金も貯めておきました。大変だったって言ってもね、まだ手持ちに吹雪の杖1本あるから余裕っちゃ余裕なんだよね。なんだろう、途中ね、冒険譚もらってそれ売ったらね、一気に5000ゴールド獲得できました。いきましょう。最初の2戦は問題ないでしょう。ここまでレベル上げたしね。前もね、最後まで行けたからね。ただ、気は抜けないな。気は抜いちゃいけないぞ。大丈夫かな？行け！死の踊りーやと、3戦目まで、メダル王と戦えるところまで、倍速でいこう。運ゲーかよ、これ。死の踊りはないぜ。これ、RTA やってる人がどうやってんだろう。ちょっと後で見てくるわ、RTA やってる人。テリバンの RTA やってる人のこの、闘技場 S ランクの倒し方。どういうメンツで戦ってんのか、ちょっと見てくるわ。絶対おかしいわ、こんなん。
ちゃんとその即死体勢つけてるのかな。よし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 。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよよしよし。あーやべ。もうこの時点でさ、もう復活の術がないんだってな。ザオリクがないからさ。まあ一応一応ね、なんかワンチャンあるかもしれないから。うん。諦めないよ。うん。全員死ぬまで諦めない。うん。エテはそうやって育ったからね。うん。諦めませんよ。うん、ベギラゴ。このままほとんどあればね、封じ込められるからね。そのベギラゴ。で、ドラッキーは一発で落ちるな。祈りを込めて十字をクロス。だからちょっと命大事に、まず命大事に、うん、あ、メタルドラゴンとキラーマシンか、ズシオマルなんかいねえじゃねえか。ズシオマルなんかいねえじゃん。命頼む。うん、お疲れー。バグレッツキンベオマン、出足行け、疾風のように。とりあえずさ、なんとかこの2体いいよー、いけんじゃねえこれ。皆殺しワンチャンあるな、皆殺しワンチャンあるな。ちょっと様子見させて。オッケー、いけるぞ。誰皆殺し使ってんの、キラーマシンかな。爆裂剣、違うな違うな。作戦変更、いろいろベイラモン問題ない。爆裂剣、あ、爆裂剣全然痛くない、全然痛くない。オッケー、眠れ。作戦変更、ガンガンいけるいける。よし、命、大切に行こう。ここ大切に行こう。いや、ちょっと待って、頼む。うわ、皆殺しワンちゃん。敵のね、敵の攻撃をうまく利用してね、なんていうんだな、漁夫乗りっていうんだな、漁夫乗り、棚ボタン勝利。それでやっていこう。それではまた倍速でお送りします。まずここなんだよね、まずここでドラゴンスライムなり、ちょっと死傷者を出さずにさ、行こうぜ。カーロン、バーロン。決して諦めたんじゃないよ、決して諦めたわけではない。今のたまたま、電源が落ちた。よし、たまたまね、電源が落ちちゃった。砂浜に、砂浜に調子悪いな。さすがにペルカンはダメな。ちょっと死の踊りマジチートやないかそれ。ちょっと最近多いよ、ザラクとか死の踊りとか多いよ。オッケー、攻撃しばい。マホトンク止める、灼熱、一撃やろ、ダンスキャロット人気やで、火に弱いだろ。オッケー、スクルトはもうね、スクルトはもう仕事したからね。あとはダンスキャロットよろしい、いいよ。一旦、いやまだ大丈夫かな。相手がギリギリになったところを見計らって命大事に変更していきます。まだ大丈夫。オッケー、よかった。もう MP はね、本当にあまりであるから、もうバンバン撃っちゃっていいよ。よし、オッケー、マホトンよく仕事した。で、ここでくらんで、まあ、ぶれー、命大事に、ハス、よかった。まあね、スクルト、耐えてよ、スクルト耐えろ。よしよしよし、デモナもね、あるからね、スクルトには。ちょっと待って、よしよし、最後、ガンガン、いろいろ、命、これで、完璧でしょ。で、次も、ガンガン、いろいろで、行こう。で、ガンガン、いろいろで、とりあえず、止めよう。メタルスライムじゃなくてメタルドラゴンとキラーマシン止めよう。ガンガン、いろいろ早いんだよな、早いんだ。うー、避けたか、聞け、よっしゃ。ただ次イオナズン飛んでくると落ちちゃうんだよな。落ち、耐えと、耐えないか。まあ、まだワンチャンある、まだワンチャンある。ガンガン、命、耐えて。よし、よし。オッケー、持ちこたえろ。ちょっと本当はぐれメタルの魔法って本当驚異的だね。
ヨナズン90。オッケー、いける。今どういう状況？今キラーマシンさんとメタルドラゴンさんはどういう状況でござんしょうか？混乱中？混乱中だったら押すよ。どうする？いやけどバケモンのヒットポイント考えるととりあえず1回目はこうで大丈夫。混乱してる。オッケー、まだ混乱しているぜ。勝った。あ、違う。ガン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 。おっしゃ。あれ？落ちろ。おい。はあ。焦るわ。オッケーオッケー。とりあえず勝ちました。うん。いやー強えわ。ドラゴスライム仕事した？こいつなんかした仕事。キメラでよかったんじゃねって思ったわ正直。オッケー、これで S クラス勝ち抜き。うん、代表、体重の国の代表にねこれでなりました。うん、エテポン殿、ついに代表になられたか。王様がお呼びですぞ。ついてきてくだされ。うん。やったぜ。いや、ほんと勝ててよかった。思いのほか早く勝てた。エテポンよ、とうとう優勝戦に出られるとは。優勝戦に出られるとは。この日が来るのをどれほど待っておったことか。今後は旅の扉の間のすべての部屋を自由にするが、いやや、出たな、マルタオ。これのね、次回作、うん、次作の、マルタの王国、ね、イルルカの国の王様ですね、これが。ご機嫌いかがかな、体重の国王よ。だからあれだよ、誰だっけ、あいつのお父さん、うわ、名前が出てこない。イルルカあんなにやってたのに。うわ、記憶力ゼロ。忘れちゃった。タイジュには、S クラスを勝ち抜けたマスターはおるのか。バカにするでない、いつもながら嫌味なやつじゃ。そなたの横におるマスターが我が国の代表じゃい。そうだ、俺だ。俺のことだよ、マルタオ君。そうであったか、これは気づかなかった。てっきり城の掃除係かと思ったぞ。ぶち殺すぞ。わしの国のマスターの噂は聞いておろう。噂にたがわず最強のマスターだ。せいぜい無様な負け方をせんよう気をつけよう。ははは、星降りの夜が楽しみだ。ははは、うぜえ。いわしを受け、エテポンの強さを知らんのだ。とはいえエテポンよ、人は未来を知りたがる。星降りの大会まで今しばらくあるの。その間はどうじゃ、鏡の扉行ってみるか、見ぬか。そこに行けば未来の自分と出会うことができるそうだ。未来のそなたと出会い確かめて来てくれぬか。そなたが優勝できるか、それとも悪の道に行ってしまうのか。これ以上は言うまい。鏡の扉だね、次は。で、それが終わり、クリアできたら、次は星降りの大会だね。ついに、あいつっていうのはね、チャンネルだけどね。はい。ミレユだね。
勝てんのかな。え、これまた振動があるってことはさ、なんかどっか行けるとこ増えんのかな。ちょっとぐるっとしてみるか。そういえば最近あんまり探索してなかったな。うん、鏡の扉は、うん、はい、ありがとう。ガラクタが多分増えてるな、これで。よし、チェックだ、要チェックや。小さな目だ。じゃあ一回降りるか。下普通に歩いて降りよう。多分ね、バザー会場かなんかがまたちょっと増えてんじゃない。店かなんかは増えてるか切り離されてるかどっちかだったと思う。うん、どっちだったっけ。行けなくなってんのかな。下、あ、繋がったんかな。そうそうね、そうね、うん、意地悪するからだよ、それは。あんたが意地悪するからだよ。はっきり言って寂しかったぞ。もう一人ぼっちゃ嫌だ。ああ、これからは客を選ばんから買いに来てくれ。何言ってんの。ああ、この人は本屋さんだね。うん、性格を変える本だね。まあ必要ないかな、特に。で、ここはね、相変わらずのね、この汚らしい肉をね、1000円で売っとるぼったくりの店やな、ここは。銀の盾子って何だったっけな、忘れたな、そういや。まあいいや、高いし。で、あそこはまだ行けないんだな。ここは何だ、ここは上級の方だっけ。あ、雫ってそんな高くないんやね。500円だって。必死こいてさ、集めてたのに。旅のしおり。うん。なるほどね。雫とかさ、めっちゃあるよ。エテポンゲ。めっちゃ貯めたもん。ちょっと見に行く？ 10 個ぐらいあるんじゃない？そんなないか。引き出す。持ち物。9個。1個。